ネリー・ブライはアメリカ合衆国のジャーナリスト、本名エリザベス・ジェーン・コクラン。最初期の調査ジャーナリストであり、潜入取材の開拓者としてニューヨーク・アールド・ガミなどで記事を執筆した。1889年から1890年にかけてジュール・ベルヌの80日間世界一周をモデルとする世界一周企画のリポーターとして世界を巡った。 ペンシルベニア州コクランズ・ミルズで1864年5月5日にエリザベス・ジェーン・コクランとして生まれた。父は地名の由来ともなっているマイケル・コクラン。製粉所の経営者で後には軍の売籍判事となった。母のメアリー・ジェーン・コクランはマイケルにとって二人目の妻である。二人の間には五人の子が生まれた。ネリー・ブライは長女で上に二人の兄がいた。 ブライは母親が好んで桃色の服を着せていたことから近所ではピンクの愛称で呼ばれるようになった。一家は父親がなした財産によって裕福に暮らしていた。しかしブライが6歳の時父マイケルが病死したことにより生活は一変した。急な死であったため遺言はなく当時の慣習に基づいた財産分与の結果母メアリーには家具と馬と馬車。 そして週16ドルほどの手当てが残された。一家はそれまで住んでいた大邸宅から2階建ての部屋の家に引っ越した。幼少期の部イは近所の小学校に通っていた。波外れた秀才というわけではなかったが、本を読むこと、物語を書くことは好きだったという。1873年1月、マイケルの死からおよそ2年半後にメアリーは再婚した。 しかし、この再婚相手は、大酒飲みな上に、家庭内暴力を振るうような人物であったため、メアリーは離婚訴訟を提起した。この時は、当時14歳だったブライも、母の証人となり、法廷で暴力について証言した。そして1879年6月に離婚は、認められた。ブライはこれまでの経験から、女性が経済的に自立することの重要性を感じた。 そして母親の離婚の翌年、15歳のブライは教師を目指すべく全寮制の市範学校に入学した。さらにこの頃から自分の名前に発音しない意をつけ、国乱と綴るようになった。離婚したまま父との歴史を忘れて再出発する意味が込められていると推定される。ブライの学費は父、マイケルの遺産を管理していた後見人によって年出されていた。しかし、 最初の学年の一学期が終わる頃、ブライは退学した。退学の理由について、ブライ自身は、後年、心臓病のためだと説明している。しかし、この理由については、疑いが持たれており、実際は、資金不足のためではないかと推測されている。1880年、一家は、ピッツバーグへと移り住んだ。工業都市であった、当時のピッツバーグで、ブライは、 様々な仕事で家計を助けた。仕事の内容としては、厨房の手伝いや、子守り、家政婦、家庭教師などであったと推測されている。ブライが暮らしていた頃のピッツバーグは、新聞産業も盛んで、複数の日刊誌が発行されていた。そのうちの一誌である、ピッツバーグディスパッチ誌には、エラスムス・ウィルソンによって書かれた写説に相当する、コラム、静かに観察が掲載されていた。 1885年1月の同コラムでは一部の女性の間で職業に就く動きがあることは投げ交わし、これによって女性が家庭から離れることは女性の使命を忘れさせて社会組織を破壊することだ。女性の本文は家庭であると書かれていた。ディスパッチ氏の読者であったブライはこの記事を読んで記者は何もわかっていないと思った。 そこで編集長宛てに反論の手紙を書いて投函した。手紙では女性も男性と同じだけの知性も能力もあること、アメリカでは市民の持つ才能を求めていること、女性もこの世界において進出したらしい地位を獲得すべきであることを主張した。差出人の名前はロンリー・オーファンガールとした。ブライの手紙は編集長であるジョージ・マドゥンの目に留まった。 投稿の質は高く、手紙を読んだマドゥンは、この差出人は、ディスパッチ氏に新規軸をもたらし得る存在であると、感じた。そこで同氏に、名前と連絡先を教えてほしいと伝える記事を掲載した。ブライはこれを読んで会社を訪れ、マドゥンと対面した。マドゥンは、ブライに、離婚についての記事を書くよう依頼し、ブライはそれに応じた。そして書かれた記事の内容は、 マドゥンを感心させた。マドゥンはこの記事を新聞に掲載するとともに、ブライを正社員として採用することにした。ブライは当事職を探しており、その依頼を引き受けることとなった。給料は週に5ドル。さらに、記事を掲載するにあたって、マドゥンは、ネリーブライというペンネームを与えた。当時、女性記者は、本名で記事を書くことは、はしたないという風潮があったため、 ペンネームをつけることが一般的であったためである。ペンネームの由来は、スティーブン・フォスターのヒット曲中のタイトルキャラクター、ネリー・ブライである。ただし、ネリーの綴りは曲とペンネームで異なっている。ブライは、同志で、いくつかの調査記事を執筆した。主に、工場で働く人々を主題とした。ブライが取材した工場では、劣悪な環境の中で、女工たちが立ったまま、 手に傷を負いながら長時間働いていた。ブライは従業員に話を聞き、時には実際に作業も体験した。さらにブライは工場で働く、子供の住む貧民街も訪れ、家族が狭い一部屋で段もなく暮らしている様子や、子供が学校にも行けずに10歳ぐらいで工場に借り出される状況を確認した。こうした ぐらいの体験に基づいて書かれた一連の記事は反響を呼んだ。社会改革運動の指導者、女性参政権論者、組合指導者、教育者、牧師からは励ましの言葉を受けた。しかし、工場主、地主、実業家からは批判された。実業家たちは、以後こうした記事を掲載したら、広告を取りやめると編集長のマドゥンに告げ、マドゥンはこの意見に従うことになった。 これ以後ブライの担当は変わり、1886年1月からは演劇や音楽会、オペラ、美術展などの記事を書くようになった。これらの記事も質は水準以上で読者に好評だった。給料も週15ドルに上がった。しかし、このような記事を書き続けることはブライにとって退屈だった。数ヶ月後、ブライは メキシコへの半年間の取材旅行に出かけることにした。マドゥンは治安を理由に反対したが、それを押し切り、メキシコへと出発した。この旅行には母も同行した。メキシコでは、主にメキシコ人の日常生活についての記事を執筆した。そして、アメリカ人が思っているようなステレオタイプなメキシコ像を改めようと、日々取材に赴いた。治安については、女性は、 こんな風に書くのは残念ですが、アメリカよりこちらにいる方が安全ですと書いている。しかしある日ブライはメキシコ政府によって逮捕される危険性があると警告を受けた。きっかけは1886年3月22日にブライが書いた記事で、そこではメキシコ政府を批判したことによって逮捕された記者を取材した内容が書かれていた。当時のメキシコ憲法33条では、 外国人がメキシコの政治に研究することを禁止していたのである。そのためブライは予定を早めて帰国した。帰国後ブライはメキシコの政治的腐敗について批判した。帰国したブライは再び劇場や芸術関連の記事を担当した。しかし、このような仕事に嫌気がさし、1887年の春、 ニューヨークへ行くとの書き置きを残し、ディスパッチ社に出社しなくなった。当時のニューヨークでは、タイムズ、トリビューン、サン、ワールド、テレグラムの5大新聞社があった。ニューヨークに着いた部来は、ピッツバーグ時代に得たつ手を頼りに各社を回ったが、相手にされなかった。その間は、フリーランスの記者として、ディスパッチ氏に、ニューヨークの記事を書いて食いつないでいたが、貯金は減る一方だった。 ブライは一計を暗示、ディスパッチ誌のニューヨーク特派員を名乗って、新聞社での女性の活用法について、各紙の編集長やデスクに話を聞くことにした。しかし、取材に応じた会社からの返答はいずれも、女性は役に立たないというものであった。さらに、全財産の入った財布をすられてしまった。ブライは、最終手段として、ワールド誌の本社に乗り込み、 自分を採用するよう自談判することにした。特段があるなどと言って、編集局長、ジョン・コクリルとの面談を、半ば強引に取り付けたブライは、コクリルに会うと、自分の実績や、今後書きたい記事を説明した。今後書きたい記事としては、欧州からアメリカに向かう船の3等船室に、乗船して乗客である、移民の実態を探る、案。 精神病棟に病人を装って潜入し病棟の様子を記事にする案などを出した。ブライに興味を持ったコクリルは、ブライにとりあえず25ドルを渡した上で返し、社長であるジョーゼフ・ピューリツァーと協議した。ピューリツァーは、乗船による移民取材は不採用としたが、精神病棟の案は採用し、ブライの取材を認めた。診察を受けるネディ・ブライ・ブライ・テン・レズ・イン。 エーマットハウスサシエ・ピューリツァーが精神病院の取材を認めた背景には、ブライがワールド社を訪れる少し前にワールド社宛てに病院職員からの内部告発の手紙が届いていたことがある。ブラックウェル島にあるこの病院では患者への虐待が相次いでいるとの内容であった。病院については各紙ですでに記事にもなっていたが、 病院の内部に入ることはできず、医師や看護師も話を拒んでいたため、実態については不透明だった。ブライは会社の指示で患者を装って病院に潜入することとなった。指示を受けたブライは、できますと答えたが、潜入後に救出される確かな見込みはなく不安を感じた。ネリー・ブラウンという偽名を使い、キューバ人を装ったブライは、まず、 マンハッタンの女子臨時宿泊所を訪れた。ここは、身寄りのない女性が数日間宿泊できる場所である。当時は貧困と疲労によって、精神を病むキューバからの女性移民がおり、その結果、キューバの女性は精神を病みやすいという噂が流れていた。ブライは宿泊所の休憩室で誰とも話さずに呼吸を見つめ、そうかと思うと規制を発し、ここにいる人間はみんな、 頭がおかしいと言ったようなことを叫んだ。この様子を見た他の寄宿者は、ブライを恐れて宿泊所を出ようとしたため、管理人は警察に対応を委ねた。ブライはトランクがないなどと言って退去を拒んだが、警察に連れて行かれ、裁判所で精神鑑定を受けた。この場で精神異常を装ったブライは医師による診断を勝ち得てブラックウェル島に送られた。 精神病院での生活は、朝は全員で散歩、その後は部屋で一日中座った状態で過ごさせ、他の人と話したり姿勢を変えたりすることは許されなかった。食事は満足に与えられず、看護師による患者への接感が絶えなかった。週に一度水風呂に入り、そこでは頭から冷水をバケツでかけられた。部来はここでは病人を装わず、 自分は健常だと主張したが、認めてもらえなかった。院内での生活を経験し、さらに他の患者から、患者に対する暴力行為の話を聞いたブライは、ここで生活すると精神を病むことになると感じた。入院10日後、ワールド社の弁護士による交渉の結果、ブライは病院から出ることができた。病院を出たブライは、病院の内実を記した連載記事を書き、 それは、退院からおよそ1週間後の10月9日から、ワールド誌に、大々的に掲載された。ブライの暴露記事は全米に広がり、話題を呼んだ。この記事は後に、精神病院での10日間という本にまとめられた。ブライの記事を受け、ニューヨークの地区検察局は大売信を召集した。ブライも、証言台に立ち、ブラックウェル島への視察にも同行した。 精神病院はブライがいた時とは様変わりしており、住環境は綺麗になり、食事も改善していた。ワールド氏は10月28日、ネリーブライの記事支援精神病院を救うと題した記事を掲載した。市はブラックウェル島の予算を増額し、他市の支援精神病院も追加予算を計上した。秘密を調査し暴露するという手法は、彼女のトレードマークとなった。 病院や工場に潜入したり、公園で女性が連れ去られる事件では、自らが実験台となった。政治家の収賄を暴いたこともあった。一方でブライはバレエを習い舞台にも出演し、その様子を体験記として記事にしたりもした。ブライは有名人となり、新聞には、ネリーブライ空を飛ぶ、ネリーブライ催眠術師になる、ネリーブライ囚人になるといった見出しが踊るようになった。 ブライアでの手紙も多く届けられた。内容は、プロポーズ、脅迫のほか、私たちのことを新聞に書いてくださいと助けを求めるものもあった。1880年代末1888年に、ブライはジュール・ベルヌの80日間世界一周をモデルとして、実際にリポーターを世界一周させるという企画を提案した。しかしこの時ワールド氏は、 女性の一人旅は危険だとして、ブライの提案を認めず、代わりに男性記者を世界一周させる案を進めようとした。これに対してブライは男性を出発させたら、私は他の新聞社と契約して同じ日に出発し、その男を任すと言った。この時は結局企画自体が流れたが、それから約1年後の1889年、ブライの企画が採用され、 ブライがそのリポーターに決定した。ワールド氏が企画を採用した背景には、当時部数が減少傾向にあり、注目されるイベントを起こす必要があったことが挙げられる。ブライが企画の採用を告げられたのは1889年11月11日の午後で、出発は11月14日であった。3日間でブライは旅行用の服を用意し、支度を整えた。また、 ブライはパスポートを持っていなかったため、ワールド社の社員が国務長官ジェームズ・ジー・ブレインに直接依頼し、出発までに仮パスポートを入手した。1889年11月14日に、当時25歳の彼女はニューヨークを出発し、24,899マイルの旅に出た。まずはフェリーでニュージャージー州峰峰県へと向かい、峰峰県で、 イギリス行きのアウグスタ・ビクトリア号に乗った。母を含め15人ほどの見送りの中、船は9時40分に出発した。この世界一周企画は出発した14日のワールド誌一面で大々的に報告された。同記事では、皇帝を記した地図とともに、ブライは史上最速となる75日で地球を一周すると書かれていた。この記事を読んだ雑誌コスモポリタンの編集者は、 刺激を受け、やはり女性記者のエリザベス・ビスランドをブライと同日に世界一周旅行に派遣した。こうして、ブライとビスランドは競争する立場となったが、ブライ自身はこのことについて、旅の間もしばらくは知らされなかった。ブライは11月22日に、イギリスのサウサンプトンに着いた。ここでブライは、ジュール・ベルヌ夫妻から、自宅への招待の手紙が来ていることを知り、予定を変更して、 会いに行くことにした。ブライは大急ぎでロンドンに行き、アメリカ公使館の二等書記官の自宅で正式なパスポートを発行してもらい、用事を済ませるとすぐにサウサンプトンに戻って、ベルヌ夫妻の住むフランスのアミアンへと向かった。そして22日の夜にベルヌ夫妻と対面した。ブライとベルヌはフランス、アメリカのこと、ベルヌの著書のこと。 今回の旅行のことなどについて話し、ブライはベルヌの書斎を見せてもらった。ベルヌと会ったことはフランスをはじめとして世界中で話題となり、この旅行に一層の注目を集めることになった。ベルヌと別れたブライはカレーからインド郵便列車でイタリアのブリンディジに行き、11月25日にアウグスタビクトリア号でスエズ運河を越え、セイロン島のコロンボに着いた。 船の中では知り合いが増え、休婚されたりもした。一方、本国のアメリカでは12月1日からワールド市でネリーブライレースが始まった。これはブライがニューヨークに着く日を秒単位で当てる企画で新聞の日曜版についているクーポンに記入することで参加できる。一人何回でも応募できて、一等はファーストクラスでのヨーロッパ周遊旅行。この企画は 応募が殺到し、ワールド神の部数は前の週と比べて30万部増加した。ブライはコロンボでカレーや人力車を初めて体験し、好感を持った。コロンボでは2日間過ごす予定だったが、次に乗る船の出発が遅れたため、5日間滞在することとなった。当初の予定よりも遅れることになったブライは、目標である75日以内での世界一周が、 果たせなくなるのではと不安になり、苛立ちを見せるようになった。12月13日、ブライはオリエンタル号に乗ってセイロン島を離れ、17日にシンガポールに着いた。シンガポールでは街に出かけて、葬式を見物し、帰りに一匹のマカクザルを購入した。これは、この旅における数少ない大きな買い物で、後に、マスコミではブライの旅のシンボルの一つとして扱われるように、 なった。12月23日、オリエンタル号は、香港に着いた。航海は順調で、コロンボでの遅れを取り戻していた。この場所でブライは、もう一人の女性も、世界一周に挑戦していることを初めて聞かされ、しかも、ビスランドは、すでにここを出発しており、ブライは負けることになるだろうと、告げられた。香港では、船の都合で5日間滞在し、その間に、 甲州へと出かけたり、ビクトリアピークに登ったりした。その後に日本に5日間滞在し、横浜、東京、鎌倉などを観光した。日本の印象はすこぶる良かったようで、帰国後に出版した旅行記の中で、日本のことを愛と美都市と清潔の国と表し、見聞きしたことや人々にいかに魅了されたかを綴っている。日本滞在後は横浜から出発する。 蒸気船をセアニック号に乗り、サンフランシスコを目指した。航海中は、暴風雨に見舞われた。戦場では、嵐の原因は、ブライの持ち込んだ猿ではないかという説が出たが、航海士の協力もあって、猿は手放さずに済んだ。ジャージーシティで歓迎を受けるネリーブライ船は1890年1月21日に、サンフランシスコに着いた。しかしこの時、 アメリカ西部は大吹雪のため、ほとんどの列車が運行できない状態となっていた。ワールド社は仕方なく、サザンパシフィック鉄道に対し、南部を走る臨時列車を出すよう依頼し、大金を支払うことで認められた。アメリカ本土に着いたブライは大歓迎を受けた。本土横断中も歓迎を受け続け、駅に着くたびに見物客が集まった。人々は歓声を上げ、ホスターの ネリーブライが何度も演奏された。ブライは列車から帽子を振って答え、求められるとサインや握手にも応じた。列車は特別ダイヤのため工事中の橋を通ることもあり、その時は列車が落ちる危険性もあった。列車はシカゴを経由し、ユニオン駅で乗り換えた。1月25日にフィラデルフィアのブロードストリート駅に着き、ここでワールド氏の編集局長、 ジュリアス・チェインバーズと、ブライの母、メアリー・ジェーン・コクランと再会した。二人はここからブライに同行した。15時51分44秒、ブライは、ジャージーシティで列車から降り、旅は終わった。降りた瞬間、刑事係がストップウォッチを押して正確な時間を測定した。街には、祝法が鳴り響き、ブライの到着は、大歓声の中で迎えられた。 ブライが世界一周に要した時間は72日と6時間11分14秒だった。ビスランドは76日を要したためブライを上回ることはできなかった。ブライの旅行は地球一周の世界記録であったが、数ヶ月後、62日で世界一周を成し遂げたジョージ・フランシストレインによって、この記録は破られた。ボードゲーム、ネリー・ブライと世界一周のカバー旅行後、 ブライは、時の人となり、ジュールベルヌも、祝福の言葉を送った。ブライは行く先々で話題の中心となった。ブライの名を冠した、競争馬や列車、ミュージカルの曲もあった。ブライの名を付けたグッズも登場し、ネリーブライ帽子、ネリーブライドレス、ネリーブライノート等が販売された。中でも、ルーレットを回して、ブライの予定に沿ってコマを進めるボードゲーム、 ネリーブライと世界一周は人気を博した。ブライはアメリカ中を公園旅行に出かけ世界一周について書いた本72日間世界一周も出版された。一方ブライはワールド紙は自分の貢献に見合うだけの見返りを与えていないと感じるようになりワールド紙との中が険悪になり退職した。代わりに週刊誌 ニューヨークファミリーペーパーと契約してフィクションを連載した。1890年11月にはニューヨークの住居を引き払ってホワイトプレインズの農家を借りて母と住むようになった。ブライの書いたフィクションはあまり話題にならず旅行から1年でかつての人気は影を潜めた。1893年9月、ワールド神はブライの職場復帰を依頼し、 ブライはそれに応じた。復帰後は、無政府主義者、エマ・ゴールドマンの記事を書いた。当時ゴールドマンは、暴動先導の角で投獄されていたが、ブライの記事はゴールドマンに対して、好意的な記述がなされている。このほかプルマンで起こったストライキによる騒動などを取材した。50代の頃のネリー・ブライネリー・ブライによる特許、ブライは1895年に、 富豪のロバート・シーマンと結婚し、ジャーナリズムから一時引退した。シーマンは70歳で、ブライより40歳年上だった。結婚にあたっては、金目当てによるものだとの批判を受けた。二人は使用人付きの豪邸に住み、ブライは、夫の鉄鋼会社の経営にも関わるようになって、いったが、1904年、シーマンは80歳で死去した。夫の死後、ブライは、 会社の管理を引き継いだ。また、25件の特許も取得した。しかし経理については、関心がなく、人任せにしていたため、従業員によって、会社の金が使い込まれ、会社は破産した。部来は、債務不履行により、債権者から訴えられた。部来は裁判官からの帳簿開示命令を拒否し、さらには5年間にわたり、国外に逃亡したが、帰国後は、裁判を受けた。 この間、1913年の女性投票権協定や第一次世界大戦のヨーロッパ東部戦線のレポートに取り組んだ。裁判所はブライに対する告訴を取り下げたが、この時点でブライは一問なしになっていた。ブライは再び新聞記者として働こうとしたが、時代の流れによってブライが得意としていた潜入記事は時代遅れになっていた。そのため、 かつてのような潜入記事を書くことはできなかったが、ワールド史時代の友人に誘われて、イブニングジャーナルに定期的にコラムを書くようになった。コラムでは主に社会的弱者を取り上げ、寄付金などを募った。自ら事前活動に取り組んだりもした。1920年には、かつて取材した少年犯罪者の死刑執行に立ち会って記事にした。女性記者が死刑執行に立ち会うのは、 初めてのことだった。ウッドローン墓地にあるネルイブライの墓1922年1月、肺炎にかかり、病院に運ばれ、同年1月27日、57歳で死去した。遺体はライバルとなったビスランドと同じウッドローン墓地に埋葬されている。おしゃれが好きで、ミなりには気を使っていた。ドレスは女性の武器になるものだから、最大限に利用しなければならないと主張している。 世界一周旅行中は格子柄のコートとギリーキャップを着用し、手下げカバンを持ったその姿は有名になった。晩年は昔ながらのロングスカートと手袋を着用し、帽子はベールのついた大きいものを被っていた。イギリスに対する敵外心を持っており、晩年においてもイギリス人を部屋に通すことをしなかった。旅行中にアメリカでブライが 話題になりワールド氏に問い合わせが届いた時に、ワールド紙の記者は、ブライについて大変意志の強い女性ですが、静かで、つつましく、立ち居振る舞いも上品です。いいですか皆さん、ネリーブライはガムなんて噛んだりしませんよと答えた記事を掲載した。しかし実際はガムを好み、旅行中も買い求めていた。ブライ自身が、ワールド氏への就職で苦労したように、 当時のアメリカでは女性記者として活躍することは非常に難しく、1880年の国勢調査では女性記者の割合は2%ほどだった。その数少ない女性記者も多くは女性向けの紙面のみを担当しており、ニュース記事を書く女性はさらに限られた。女性記者は新聞社には行かずに家で記事を書いて会社に郵送していてもらえる給料も低かった。 そのような男性が中心だったジャーナリズムの世界において、ブライは男性に負けないという意志の下で仕事に取り組んだ。ブライは、ただ男性と同じことをしたのではなく、今まで男性が書いてこなかった分野を手掛けて、名を上げることができた。当時は、女性ジャーナリストが活躍できる場が限られており、男性が活躍する分野では記事を書かせてもらうことができなかったからである。その中で、 ブライがワールド市で確立した潜入捜査による記事は、ブライの登場以後は女性が書くことが許される数少ない分野となり、他市でも女性記者による類似の記事が書かれるようになった。こうした記事を書く女性記者はスタントガールと呼ばれた。スタントガールによる記事は一般の記事と同じ紙面に掲載されたため、女性もジャーナリストとしての資質があることを証明することになった。 ブライがイブニングジャーナル紙で記者として復帰した頃には女性記者は珍しい存在ではなくなっており逆にそのことによってブライ自身の個性が薄れることにもつながったブライは取材活動を通して女性や労働者などの弱者を救うという目標があったただしマシュー・グッドマンは世界一周旅行の後半になると旅行の日程に気を取られてブライの持ち味であった好奇心や 労働者の労働環境への関心などが薄れていることを指摘している。世界一周旅行については、当時の女性は一人で遠くに旅すること自体が、珍しかった時代において、画期的なものであった。また、ブライは荷物を1個のカバンに収めたが、これは女性の旅行は荷物が多いという当時の偏見を正すためだった。ブライとビスランドの旅行は、 女性が一人でも安全に旅行できることを証明することになった。ブライの追悼記事において、イブニングジャーナルはブライについてアメリカで最も優秀な報道記者と評している。1998年、ブライはナショナルウィメンズホールオブフェームに選ばれた。ニューヨークのブルックリンクに彼女にちなんで命名された80日間世界一周をテーマにした小さな遊園地があったが、 2007年にアドベンチャーズファミリーエンターテインメントセンターと改名された。2015年ブラックウェル島での潜入捜査を題材にした映画が公開された。ブライは現在のドラム缶の原型となる容器を発明している。これはブライが世界一周旅行で欧州を訪れた時に見たグリセリン入れの容器から思いついたものである。ありがとうございます。